ランス・ヘンリクセンはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の俳優。ノルウェー系アメリカ人。16歳でブロードウェイに立ち、この時の感動を忘れられず俳優の道を目指そうと、アクターズスタジオの門を叩こうとするが、引っ込み思案が災いして、申し込みを断念。海軍に3年いた後、商船に乗り込み2年を過ごす。その後ニューヨークに戻り壁画作家となるが、やはり役者になろうと決意を固め、アクターズスタジオに入学。1972年に念願の映画デビューを果たす。その後、狼たちの午後、未知との遭遇など話題作に出演するも脇役であり、注目されず、しばらく下積み生活を送る。しかし1981年に、キャメロン監督のデビュー作、殺人魚、フライングキラーに主演となり、彼の初期作品の常連となる。キャメロン監督の出世作、ターミネーターにも、刑事役で出演した。そして1986年、エイリアン2のアンドロイド、ビショップ役で注目を集めた以降は、ストーンコールド、ハードターゲットなど、敵役としても強烈な印象を残した。2004年公開された、エイリアン vs プレデターにも出演し強い印象を残したほか、テレビドラマ、ミレニアムでは主演も務めた。2016年には、東京コミックコンベンションにて来日する。キャメロンの初期作品から出演しているが、ヘンリクセンは俳優のみならず裏方のサポートも行うため、殺人魚、フライングキラーの制作時には、クリーチャー制作の手伝いも行っている。当初ターミネーター役を演じる予定だったが、シュワルツェネッガーが演じたことにより、刑事役へと回されたものの、エイリアン2でキャメロンが監督を任された時に、何としてもヘンリクセンにサイボーグを演じてもらいたいというキャメロンの希望により、アンドロイド役ビショップを演じる。ビショップ役はリプリーに続く人気キャラクターとなり、3でも2体登場。スピンオフ作品のエイリアン vs プレデターでは、オリジナルの人間が登場した。私生活では、1985年に結婚し子供が生まれるが1989年に離婚。1995年に再婚して、娘が一人生まれるが、2006年に離婚している。ありがとうございます。